こんにちは、時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はですね、サンゴの宝飾品についてちょっとお話したいと思います。まあ、サンゴの宝飾、まあいろいろありますけどね。ただ今やっぱりサンゴが取れなくなってきますよね。いいものはやっぱりね、まあ、いろんなこと条件ありまして、まあ、それでまあこれはちょっとね宝飾品、まあこれ数珠なんですけど、年中ですね。こういうネックレスもねあるんですよ。まあこれより倍ぐらい使うんですけど、結構値段的にはもう高いですよ。この特にこういう色のこう赤いタイプね。でこれもですね、ルースなんですけど、このサンゴなんですよ。ちょっとピンク系のサンゴですね。よく指輪なんか艶なくなってくるとなんですよ。どうしてもやばいっていうんですかね、やっぱりね、表面がね。そういう場合でもね、ある程度研磨できますので、艶なくなってきた場合はそういう艶出しのこう仕上げもできますのでですね、例えば艶ないともうこういう感じになっちゃうんですよ。ザラッとした感じ。これこういうふうに研磨してこういう綺麗にある程度ね、小傷っていうかね、そういう表面をこう慣らすことは可能でございますので、もしねそういう、まあ、取り扱いもちょっと注意必要ですけどね。サンゴはねまあやばいですから、こう傷つきやすいのと、そういうあとはあれですね、その音波洗浄機ではあんまり洗わない方がいいですね、これね、極端に。そういうことありますので、そういう酸とかそういうのはやっぱりこうよく良くないと思いますね。艶なくなったりしますので、まあ、いずれにしましてもね、こう扱いは割とこう普段あんまりしっぱなしっていう指輪ではないと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。